い、ではアハレンさんの発表になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、レガシーコードでビジュアルリグレッションテストをやってみた。こんにちは、アハレンと申します。エキサイト株式会社で勤めています、新卒2年目のペチパーです。本日1人目のエキサイトです。でさて進めていきます。はい、西暦2019年、弊社のとある2つのサービスは基本機能がほとんど同じだったので同じコードで開発されていました。サービスが共存していたら問題がなかったのですが、サービスは独自に進化をし始め、独自機能の出し分けのコードが増えていき、コードが徐々に複雑になっていきました。あ、すいません声がちょっと通ってなかったみたいなんで。はい、さてエンジニアとしてどうするべきでしょうか。1、このまま頑張る。2、1サービス1つのリポジトリにする。はい、エンジニアだったらやっぱ1つサービス1つのリポジトリにしていきたいですよね。っていうことでプロジェクトをコピーし2つ用意することができました。次に不要になった片方の静的ファイルや処理を削除する必要があります。静的ファイルの削除は簡単にできたのですが、削除したことによる表示崩れがないか調べる必要がありました。手動で検証するしかないのか、もう一つの選択肢がありますね。はい、ビジュアルリグレッションテストで検証することにしました。ビジュアルリグレッションテストについて説明したいと思います。ビジュアルリグレッションテストとはスクリーンショットを撮影し前後で差分が出ていないか検証するテストのことです。 CSS やコード変更による表示崩れがないか検証するのに優れています。今回はバックストップ JS を使いました。テストの流れはテストの設定をしスクリーンショット生成、両者を比較しレポートを生成します。スクリーンショットの生成とレポート生成はバックストップ JS が行ってくれるので、私たちがやることはテストの設定だけです。はい、次にテストの設定をしていきたいと思います。最初に比較できる環境を用意します。今回は削除前後の差分を確認するので、ステージ環境に削除後の内容をアップし本番で動作している内容と、差分がないか比較することになりしました。次にテストの設定をしていきます。テストの設定の必須項目は少なく、これらを記入することで、実施できます。変更前後の URL を設定しレポートを作成するためのタイトル等を設定していきます。これだけでもテストができるんですが、実際にテストをやろうとするとベーシック認証が設定されている環境でも利用したいや、ログイン状態のページも撮影したい、マウスオーバーされた状態の画面も撮影したい等の要望が出てくると思うんです。で、その場合はパペティア Chrome.js スクリプトで、追加で設定することができます。まあ、いろいろと設定していきまして準備完了、テストを実行していきます。はい、ミッションコンプリート。はい、134件の表示崩れがないことが確認できました。12件ちょっと失敗してたんで直す必要があるんですけど、大丈夫、手動で確認することなく自動で確認することができました。最後にまとめさせていただきますと、ビジュアルリグレッションテストの良いところは表示崩れを検出できますしテストの用意が容易です。テストのない環境で、表示崩れが怖くリファクタリングができていない方に特におすすめです。目指せレガシーコードの脱却、頑張っていきましょう。細かいやり方は、こちらに記載しています記事に書いているのでご興味がありましたらご覧になってください。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。